テニスウィンブルドン選手権、2018年7月12日 A ロンドンオールドイングランドクラブ。12日に始まった車椅子男子シングルスの国枝は初戦で敗れて、生涯グランドスラムはならなかった。ブレーキのかかる芝コートでは、車椅子を漕ぐのに普段以上のパワーが必要。今日のようなガチムチの相手とやるのは大変、と嘆いた。ウィンブルドンで車椅子シングルスが始まって3年目。